はい、さあこちらで、はい、視聴者さんからも、コメントが来ております。渡辺選手に質問でございますね。負けられない試合はどんな気持ちで当日を迎えるんですか、としてますけど、負けられない試合、確かにね、重要な試合の時とか確かに気になりますけど、もう試合は全部負けられない。そうですよね。あ、まあね、そうですよね。なんで、基本的にはもう平常心です。常にあんまり上がりも下がりもしないで、私は結構平常心で自分のやるべきことをしっかり遂行するみたいなイメージでやってます。あんまり負けられないとか考えないです。アサシンだ。アサシン。はあ。基本的にずっと同じテンションでいるような、ずっと同じテンションでいるようにしてます。でも渡辺選手、ベラトール決まったと思うんですけど、こうそれ最初聞いた時どんな気持ちだったんですか？海外の選手と戦う、今こういうご時世なのでなかなか難しいんですけど、まあ海外の選手と戦っていけるっていう、まあ挑戦にすごい嬉しく思いました。うん、はい、去年の年末のやつがきっかけってことですよね。そうですね、はい、すごい。あれ、かしりどのぐらいの評価してんの？あれすごい評価高かったです。柏木が基本そのベラトールのスコット・ゴーカーと直接代表と話をして、決まってる話なので。そうなんですか。そこでチャーリーさんが出てくる、はい、本当に昨年末のベラトールの大会が本当にきっかけで、はい、で今年に入ってベラトールもその渡辺選手の階級であるフライ級をすごい強化してきて、すごい強い選手たちを集めてきているので、もしよかったらお願いしたいんだけれどもっていう声がかかってですね、でそこからもうトントンといった感じですね。